はい、ウメですこんにちはどうもどうも今日は2022年の7月の1日の夜ですねはい本日ですね東京ディズニーランドとディズニーシーの方で,ですね本格的な夏が始まりましてそれでちょっとしたですねマイナーチェンジがあったようですはいであとね新しく始まるねなんかプログラムとかもありましたのでその辺まとめて紹介したいと思います で今日ちょっとね、諸事情があって、インパークできませんでした。それでですね、その代わりにですね、レポーターとして、僕のですね、フォロワーのね、Y.I. 君がね、これ代わりにちょっとまあ、レポートしてくれましたので、Y.I. 君のこのツイートを中心に紹介したいと思います。すごいね、あの細かく報告してくれてます。ありがたい。まず、なんといってもですね、一番の目玉はですね、夜のパレード、E. パレードのフロートがですね、リニューアルになったそうです。 あの先頭の機関車、あの機関車のフロートがですね、色合いが新しくなって、めっちゃなんかね、カラフルになってました。これびっくりした。全然効いてない。すごい派手で、まあ、かいい色合いっていうんですかね。これはね、好みが分かれると思います。あの、昔のね、この優しい、このアナログの電球みたいな感じから、結構ね、ド派手になってるので、この色の配色、この、 ね、黄色、青、赤、紫、ピンク、うん、水色、結構、8色、光の三原色だけじゃなくって、結構カラフルになってるので、これはね、好みが分かれるとこですけども、まあ、可愛いいからいっかって感じかな。<laughs> はい、めっちゃ派手になってましたね。それで、ミッキーとミニーとグーフィーの衣装も、なんかキラキラして派手になってんですよね。これはね、なんかあの、 ショーベースでやってたワンマン2のオープニングの色合いに似てるんですよね。色合いっていうか、このスパンコールな感じが。なので、もしかしたらワンマンの衣装を流用してるのかもしれないですよね。どうなんだろうわかんないけど。ミニーの衣装デザインがなんか旧タイプっぽいので、もしかしたらこれ本当にこれワンマンの流用かもしれないですね、これ。で、あとイーパレはですね、ウッディーとジェシーの顔が変わってることに伴って、 イーパレのウッディも顔が変わってますそしたらね、バズの顔も変わってましたね。なので、統一感と言いますか、ウッディが変わったので、バズも変わった感じですね。なんかね、優しい顔になってました。はい、次はね、グリーティング情報ですね。これね、トイ・ストーリーのウッディとジェシーが顔変わりました。はい、新しい表情かな、公式的にはね。まあ、オタとしてはね、新顔ですね。顔は変わりました。 これね海外はこの顔だったんですけど、なかなか日本も変わらないなぁと思ったら、変わりました。ジェシー、めっちゃ可愛くなったね。よかった。整形成功。いやいや、ソ <laughs> ティッチいけねな。<laughs> よかったね。可愛くなったよ。デイジーが可愛くなったぐらいインパクトあるね。可愛い,い。ウッディもね、柔らかい表情になりましたね。よかったよかった。はい。これもね、海外ではもうこんな顔になってるので、 やっと日本もこの顔になったって感じですね。で、今日ね、野良リがすごかったらしくて、野良リで新しいっていうか、発見が、このね、エスメラルダですね。これはおかえりなさいですね。しばらく会えなかった。コロナ間になって、休園になって、再演、ね、再開して、初じゃないかな。コロナ前は、なん、ね、何回か見たんですけども、これはね、パーク再開後、初かもしれませんね。 でね、ワイヤく君、他に誰が会えたって聞いたらね、すごくてね、この日はね、29人と会えましたって、おいおい、マジかと思って。<laughs> めちゃくちゃ今、グリ出てんだね。29人ね、内訳聞きました。そしたらね、チップ、デール、クラリス、ピグレット、ラビット、イーよー、ティガー、マリー、トゥールーズ、ベリウーズ、グーヒー、 マックス、スクルージ、ドナルド、デイジー、スージー、パーラー、フェアリー・ゴッドマザー、チャネコ、ウッディ、ジェシー、エスメラルダ、シンデレラ、スノーホワイト、オーロラ、ラプンツェル、ルイ、バルー、モンキー。すごいね、1日でこんなに会えたってすげえな。あとね、 この YA 君の報告にはないんですけども、別のツイートではね、ドレスのベルもいたそうです。なので、ベルはね、通常の町娘バージョンはねよくグレていたんだけども、ドレスのベルもこれ、久しぶりですね。で、個人的にはね、やっぱエントランスの地でかな地でってね、ランドではグリね、会えなかったので、どうなんだろう、昔からいたのかなでもね、最近ですよね、エントランスでグリやるようになってね、 やっとね、通常の衣装のね、キャラと会えるようになったから。うん、なので、エントランス日では本当に久しぶりですよね。あと、大きなトピック、その3としては、スパラッシュマウンテンですね。これね、7月の1日から、ビジョ濡れマックスっていう風にすごいズブ濡れになるバージョン。これね、これ今日から始まってるんですけども、これ、レポートしてくれました。これ、ツイートですね。でですね、ま,あ、まず写真を見てもらいましょうかね。 これ、ワイヤー君めっちゃポロシャツ濡れてますよね。髪も結構濡れてます。これね、どれぐらい濡れるかというとね、ツイートによると、はい、乗ってきました。めっちゃ楽しかった。暑い時は水に限ると。で、水かさが増しているから、最後はもちろんだが、予想外のところでびしょびしょになりましたと。でしかも最善。いいね、最善。で、服の濡れ具合は3ま目の通りと。で、荷物は濡れないんだが、 ボートが濡れてるので荷物用の袋があってもよきかなと。なるほどね。はい。でね、他のツイートも見たんですけども、なんかね、このライドってほら、2人かける4じゃないですか、8人乗るじゃないですか。でね、どの席でも必ずずぶ濡れになるっていう風にキャストからは案内されてるそうです。で、これ気になるのがやっぱりね、予想外のところでずぶ濡れになるって言うんですよね。 で、これ場所聞いたらこれ面白くないので、多分これ知らずに乗った方がいいと思います。楽しみだね。で、荷物用の袋あった方がいいと。でね、これ僕ね、昼ちょっとだけ待ち時間見たんですけども、今日のお昼ぐらいね、ちょっと何時頃かちょっとまあ失念したんですけども、今日の昼頃ね、ちょっとだけ待ち時間見たら、その時は40分待ちぐらいでしたね。まあこれも今後どうなるかですよね。土日はなんか混みそうですよね。ズブ濡れ具合も気になりますよね。 これ見た感じだとね、なんか毎年恒例のね、水かけイベントぐらいの、なんかズム濡れにはなるみたいですよね。まあでもこれはね、着替え持ってったらダメですよね。やっぱズム濡れのままパークを回って、自然乾燥にしないとやっぱね、あの涼しくならないので、まあこれはやっぱりね、ぜひこれちょっと水浴びたいですよね。はい、これ見たらね、お結構濡れるなと思って、ちょっとこれはね、俄然楽しみになってきました。そしてそして、 夜のジャンボリミッキーですね。ジャンボリミッキーの夜。夜のジャンボリミッキー。これ絶対予想通りで、ライティングがですね、列パーティーグラとかね、ミニオミニとかフィエスタみたいにね、ちょっとなんかね、アダルティなライティングになるんじゃないのかなと思ったらね、思った通りね、あの、ショーの一部ですね、こうなんか、ムーディーなライティングになってて <laughs>、ちょっと面白かった <laughs>。この、ジャンボリミッキーの可愛い感じとね、このちょっとなんか、 ムーディーなライティングが何とも言えないこうあの雰囲気を出しててねちょっとこれ面白かったですねあとねダンサーさんの MC も、ね、夜バージョンになっててねこんばんはーってふう風になってて MC もね夜バージョンになってましたねこれ誰かのツイートでね大人のシャンブリーミッキーって言ってる人がいて大人 <laughs> とは言ってない 夜のジャンボリーミッキーなので、ね、大人のジャンボリーミッキーね。<laughs> まあ、とはいえ僕もですね、夜のジャンボリーミッキーだったらね、女性ダンサーのスカートが短くなって、お父さんも満足みたいなね、はい、そういうのもあったら面白いなって、まあ、そういう冗談も前動画で言いましたけどもね。まあ、当然そんなわけはないですよね。あの通常通りではい、やってます。で、夜のジャンボリーミッキーのラス会って、ほんと開始が遅くて、20時40分なんですよね。21時閉園なんで、 終わったらもうへえなんですよ。めちゃくちゃ深い時間にやりますよね。もう深夜。深夜のジャンボリビッキーみたいな。<laughs> ねえ。すごい深い時間やるなぁと思って。でね、実はね、これ、昔はね、普通にね、8時台とか9時台って、ショー、昔ありました。これでもうね、いいパレの後にショーやるって珍しいですよね。なかなかない。昔はあったんですけどね、最近ないですよね。まあ 夏はやっぱね、いいパレの後にショーやるので、ちょっとこれね、変わった体験できますよね。これ個人的にはね、やっぱ大人はね、深い時間の方が当たりやすいような気がします。やっぱり、子連れで20時40分の回ってなかなかハードル高いと思うので、なので、大人同士でしたら20時40分がいいような気がしますね。涼しいしね。なんで、僕も行った時は20時40分のラス回狙ってみたいと思います。 あとは細かいんですけども、7月っていうことで、ちょうどこれ七夕ですから、なんとこれ、浴衣のキャストがいるそうです。ランドだと、あのホームストアの前の、あの、アトラクションの待ち時間を掲示してたあのボードね、まあ、今使ってないじゃないですか。あのボードのところにですね、浴衣のね、キャストさんがいる、ね、いたみたいです。ピンクの浴衣かわいいですよね。はい、これもちょっと見たい、会いたいので、要チェックだと思います。 そう、あとね、あの、ちょっと大きな変更ありました、7月。えっとですね、これ後出しでギリギリ発表あったんですけども、ランドとシーの、あの、抽選の章。これね、初回の1回目は先着っていう風になってましたよね。ランドだと、フォレストシアターと、ショーベース。フォレストシアターは、ミッキーのマジカルミュージックワールド。で、もう1個、ショーベースの、カラブマウスビート。で、シーだと、ビッグバンドビート。それから、シャイング・ウィズ・ユー。 この4つの章が初回1回目は抽選なしの先着だったんですけども、これちょっと残念なことにですね、ランドの方はカラルマウスビートが1回目から抽選です。で、C の方はシャイニン n g w i t u がこれまた1回目から抽選です。まあ残念だけど仕方ないね。理由なんですけども、もちろん公式で理由発表になってませんが、まあ僕の予想なんですけども、 C のシャインウィズ w i u は、これ20周年限定賞っていうことでもうこれ終わるのが9月3日って分かってますので当然ですね、だん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 混んできてますで、朝一行けばとりあえず見れるっていう情報がもうすっかり回ってしまっているのでこれね、朝の8時半にはもう定員終了してるそうですいつも朝8時15分に開いてますので 15分であのキャパシティ約1000席埋まってしまうっていうことで相当ですねこれ朝のかけっこと言いますか競歩この福男状態になってると思われますこれ僕見てないんですけども多分これ激しい早歩きがおそらく展開されてると思うんですよねなので1回目はこれねシャニーズユーはもう抽選まあ仕方ないと思いますでランドの クラウドースビードなんですけども、これ僕の予想なんですけども、これ1回目がね、結構遅い時間で、12時とかですね、午後から、昼から始まるんですよね。1回目がね、朝の9時からとかで、9時半からとかだったら涼しいんですけど、1回目がこういうお昼からやるので、パーク空いてから3時間ぐらい、あのスペースマウンテンの横のね、あのショーベース前で、ゲスね、何百人というゲストが、やっぱね、待ってしまうので、 やっぱりその熱中症対策でねあのばらさないといけないのでそれで1回目は抽選なのかなって思ってますうんだったら1回目入れればええやんけって思うかもしれませんけどショーベースって意外と暑いんですよね空気こもってるのでなのでもしあれ開けたところで日陰でね太陽は防げるんですけどもあれ朝の9時10時からですね これで1回目が始まる12時ぐらいまで2時間3時間ビニールハウスのようなところでやっぱゲストが待つわけですからやっぱ空調ないからねショーベースはねだからやっぱり最低限の時間でねゲストが滞在する時間は最低限の時間にしないといけないと思うのでなのでショーベースは1回目から抽選なんだと思いますまあこれ僕の勝手な予想なんでわかんないよあのまあ信じるか信じないかはあなた次第ですけども僕の勝手な予想です はい、こんな感じですかね。めっちゃ楽しみになってきました。じゃあ来週僕もインしますので、行ってきたらまたレポートしたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。